どうもこんにちは、篠原です。この動画は、8月の8日ですね。8月の8日に、開催する予定の、セミナーの、サンプルというか、こんなことを話しますよということについての動画です。で、セミナーについて気になるよっていう人はこの動画の動画概要欄ですね、動画概要欄の URL をチェックしてください。で、この動画を見ていただいて、で、こんなこと話してくれるんだったらぜひ行きたいなっていうような気持ちになってくれたらですね、ぜひ来てくれたら嬉しいです。で、どんなことについて話すかっていうことなんですけど、何を話すか。努力です。努力って何ですかっていうことについて話します。で、努力って何ですかっていうよりも、努力ってこうすればいいんですよっていうことですね。で、よく考えて努力しろって言われますよね。考えて努力しろ。で、ダルビッシュ有ですかね、野球のダルビッシュが言ってたんですけど、勉強とか野球の練習考えてやれと。で、練習は裏切らないとか言うけど、考えて練習しないと普通に裏切るよって言ってました。で、考えて練習するって何？なると思うんですよ。で、部活とかやってる人も先生によく言われると思います。僕は言われました。考えて練習しろと。で、考えて努力しろみたいなこと言われるんですけど、何をってなりませんか。何を考えるのっていうことです。で、今回のこのセミナーでは、考えて努力するっていうのはどういうことかということについて話しますし、考えて努力するなんていうことが 99.9% の人が分かってないです。分からずにがむしゃらに頑張ってる。で、がむしゃらに頑張ること大事なんですよ。でも、がむしゃらに頑張ってるだけだと何も生まれずに終わることがあります。で、例えばなんですけど、僕は柔道をやってました。で、僕は柔道をやってる時に、柔道っていろんな技があるんですね。で、どういう技があるかっていうと、例えばですけど、背負い投げっていう技があったりとか、大外刈りとか大内刈りっていう足技があったりとかってするんですよ。で、その中で僕が一番得意だったのが肩車っていう技でした。多分聞いたことないと思うし、僕がですね、柔道部を引退した翌年に、廃止になった技なんですけど、肩車っていう技が得意でした。で、あと、バックドロップ、裏投げっていうんですけど、裏投げっていうのが得意でした。で、このバックドロップとか裏投げっていうのは僕は一回も練習したことないです。で、練習したんですけど、肩車の練習は僕は、練習しなくてもうまかったです。振る前からうまかったんですよ。で、裏投げとかバックドロップっていう、裏投げ、これはもう完全に後ろに投げるだけですから、これはもうただの才能ですね。で、これめちゃめちゃうまかったんですよ。なんでか、才能があったんですね。これは練習しなくてもうまかった、才能があったからです。で、これが才能なんですが、努力しないとうまくならなかった技もありました。で、それは何かっていうと、背負い投げ。僕にとっての背負い投げとかっていうのは、僕は努力しないとダメでした。背負い投げとかみんな知ってるかな。やわらちゃんとかね、結構やってるんですよね、背負い投げとか大外刈りとか。もうこれ聞いたことあるかもしれません。で、こういう技とかいろいろあるんですけど、これは努力しないとどうにもならなかったです。で、努力しないとどうにもならなかったんですが、5年間めちゃめちゃ練習しました。この辺の技っていうのは、背負い投げ練習しました。どれぐらい練習したかっていうと、スピード打ち込みっていうのがあって、20秒間にどれだけ背負い投げの技をかけれるかっていうので、僕20秒で15回ぐらいかけました。だいたい1つの技に 1.25秒ですよ。 1.2 秒後には僕は投げれる体勢に入っているっていうね、非常に練習しました。で、部活のキャプテンで、僕副キャプテンだったんですけど、キャプテンと一緒に死ぬほどやりました、これは。で、どれぐらいやったかっていうとですね、背負い投げって手のここがですね、擦れるんですよ。服掴むから、ここ掴むから擦れるんだけど、擦れてここから血が出て、で、ここの部長というか、キャプテンの胴着がここ僕の血で真っ赤に染まるっていうことがあって、で、なぜか知らないけど、それを翌日洗濯にしたら、赤い血がついたのに緑色になって戻ってくるっていう、わけわかんないことがあったんですけど、そういうことがありました。で、結果どうなったか、それだけ練習した。で、ここはもう血がダラダラ出るぐらい練習した。で、それを5年間続けた結果どうなったか、最後の引退試合で僕は背負い投げをほぼ1回も、かけることなく終わりました。で、なんでかっていうと、めっちゃ努力したんですよ。めちゃめちゃ練習したんですよ。でも、できなかったんですよ。一回も背負い投げの本質みたいなことをつかむことなく、僕は5年間の、きつい部活生活を終えたんですよ。で、
これなんでかっていうと、僕は努力はしたんだけど考えてなかったんです。考えてなかったから全くあんなに練習したのに意味をなさなかったで、これを知り続けると勉強だとどうなるかっていうと、浪人して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 受からないんですよ。でちゃんと考えて浪人するとどうなるかっていうと、俺はこれをしないといけないから浪人しよう。でこれを1年間以内にできる可能性は俺は十分にあると思ってる。なぜなら1日これぐらい振ればいいからだみたいなっていうことがちゃんと分かって浪人したら、それはうまくいくんですよ、ちゃんと。まあでも努力をするだけ、1日何時間勉強、10時間勉強、15時間勉強とかでも振るだけ、めちゃめちゃ努力、はちゃめちゃ努力なんだけど、それを振るだけだとどうなるかというと、何も身につかずに終わります。でこれなんですよ、どうやって努力するのかっていうことを知ってるか、あるいは才能があるかです。才能があれば、努力なんてしなくてもできます。特にスポーツなんか、まあ部活やってる人は分かるかもしれないけど、才能だったらもう勝ちなんですよ。で才能には勝てないんですよ、基本的に。でも、努力、考える努力っていうのは才能には勝てないんだけど、才能と負けないです。才能と同じぐらいにできます。で、どういうのが才能かっていうのはもう皆さん多分身に染みて分かってると思うし、自分なりの才能のある場所ってもなんとなく分かってると思うんですが、ぜひ努力の仕方を知ってほしい。なぜなら人間はほぼほぼ才能のないところで戦わないといけないからです。僕の、受験勉強において才能があったなと思うのは漢文です。で漢文は僕は勉強してません。でもセンター満点取りました。現役の時もセンター試験1問ミスだったかな。一切勉強してないに等しいんですよ。まあ授業中半分寝ながら聞いてたぐらいですよ。それぐらいでも漢文はできました。なぜなら才能があったからです。ところが京大入試では漢文っていうのは配点ゼロだったんですよ僕。で配点ゼロっていう段階で漢文どれだけできても意味ないんですよ。他の英語も数学も現代文も古文も、理科も社会も才能ないけど、そこで戦わないといけなかった。でこれが普通なんですよね。大体の人っていうのは才能のないところで戦わないといけない。で才能のあるところで戦おうと思ったら、まあそれはそれでいいんだけれども、でも大体は才能のないところが勝負であって、主要科目5教科全部才能があるんだったらそれはそれでいいんだけど、大体ないんですよ。大体ないですよね。大体もしあるんだったら多分こんなセミナーも聞きに来ないと思うし、僕の動画も見てないと思うんですよ。才能ないんですよ。で才能ないとなった時にそれを補うのは努力なんです。ところがこの努力も正しい努力をしないとどうなるかっていうと、 99.9% の人のように難関大には受からないし、どうやって努力したらいいかわからないし、最悪のケースで浪人して浪人して浪人して失敗するんですよ。で今回このセミナーではどうやって努力するのかっていうことを話します。努力の仕方です。でこの努力の仕方っていうのははっきり言って万能です。万能で申し訳ないんだけど、僕は天才に勝つ方法わかりません。でも天才に負けない方法なら何となく分かるつもりです。でそれを話します。だからぜひ皆さん、受験勉強の才能はいらないと。受験における才能なんてクソくらいだと。そんなの受験にしか通用しないだと。その代わり受験どころか部活でも使えるし、部活どころかその後の人生ずっと使えるような、いかに努力するのかっていうことを知りたい人はぜひこのセミナーに来てください。で正直言って、なんだろう、まあ、マインドみたいな、こんな気持ちで勉強するといいですよみたいな、そんな、甘いものじゃないんです。もっと細かくて、もっと実践的で、これをやってください、これをしないと成績上がらないし、これをすれば成績上がるどころか、その後の人生ずっと、勝てる勉強、才能の天才には勝てないけど秀才にはなれる勉強法というのを話します。ですからぜひ来てくれたら嬉しいです。具体的に、個別具体的かつおそらくですけど、受験においては個別具体的で、そこから以降に関しては、まあ、受験ほどではないんだけれども、おそらく有効であろう情報を話しますので、よかったら、5月の8ですね、5月の8に、セミナー聞きに来てください。この動画の動画概要欄 URL クリックしてもらったら、そのセミナーの詳細に飛びます。で僕の公式サイトですね、その飛んだ先は僕の公式サイトなんですが、そこにいろいろ書いてるので、よかったら参加申し込みしてください。ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。
ちなみにこのセミナーの参加申し込みも動画概要欄の URL クリックしてもらって、その公式サイトのところで参加フォームがあるので、そこにいろいろ書き込んでくれたら参加できるようになってます。よかったらですね、参加してください。人数限定します。そんなもんでは入らないんでね、人数限定するのでよかったら来てください。で、正直ですね、人数限定ということもあって、いい加減な気持ちで来てもらっても困るので、ちゃんと勉強やる気ある人、よし頑張るぞ、俺絶対結果出すぞっていう人は来てくれたら嬉しいし、まあ僕もそういう本気の人に対してですね、覆面かぶってっていうつもりないです。そのセミナーでも顔出ししてるんで、まあ篠原ってどんな顔なのか見てやろうっていうような気持ちの人はあんま来てほしくないんだけど、まあ顔出しでやってるのでよかったら来てください。で、保護者同伴で来てくれると嬉しいです。やっぱり生徒として、学生だけが行っても、まあ、方法分かるけど多分すぐ忘れちゃうと思うので、保護者同伴で来てくれると嬉しいです。ということで、セミナー会場でお待ちしているので、よかったらですね、セミナーで会いましょう。